どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回はメインストーリーシーズン2、ベリーハードの3章ですね。カイルに挑戦してみたいと思います。で、何回か行って何回も負けてるんですけど、なんか後衛の方にタギが飛んでいくんで挑発持ちが欲しいということで、なんだろう、ボス戦は結構ケイドさん使ってたんですけど、ギラハン、伝説のギラハンさんもレベル56まで育って、ケイドさん並みの、敵の与えるダメージ減少効果を持っているプラス 100% で挑発ができるということで、ギラハンを編成していってみたいと思います。勝てるかわかんないけど、それではスタートします。開幕ダメ、なんか全体攻撃みたいなのが飛んでくるんで、ギラハンのシールドを打ちたいと思います。一番左がシールドなんで、これ打っといて、で、リナさんにタギが飛んだんで、ギラハンで挑発入れて、危ない、危ねえな。いや、ペット使います。ダメージが痛い。シールド用意。戦力は若干こっちの方が低いですね。うん。あ、リナさんに敵が飛んだんで、ギラハンで挑発して、引っ張りたい。OK。ちょっと狭いな、ここ。シールドの準備して、なかなかギラハン優秀だな、これ。さあ、残り体力 55%。アリーナさんに滝が飛んだんで、挑発入れてギラハン、こっちに引っ張って。オッケー。いい感じで削ってる。リナさんがおった、あっと、まずい、挑発がないぞ、これはまずい、挑発、 OK、 挑発いった、ちょっと入ってないか、入り損ねたか、大丈夫か、 OK、 いいよ、頑張ればいけるな、もうこれ。あ、またリナさんに体が飛んだ、大丈夫かこれ、挑発がない、やばい、全員やられた、危ない、やばい、これやばい、危ない、挑発した、OK、残り 10%、9%、いや、もうあとはゴリ押しでいける、さあ、残り 1%、OK、クリア、スキップします、ストップ、というわけで、なんとか無事クリアすることができました、よかったです、まあ、何も考えずに突っ込むと結構やられてましたね。じゃあ、とりあえず難しかったんで、ちょっと編成の方をお伝えしておきたいと思います。これは一旦出た方がいいかな。一個前のオロチは、まあ、なんとかゴリ押しでいけましたね。うん、普通に。で、カエルさん結構、こう何回かやられたんで、10回ぐらい負けてんじゃないかな。で、いろいろ編成試してこれでいきました。で、陣形の方が、砲撃陣形ですね。で、盾役にギラハン。で、回復役にリナ。で、アタッカー枠にコゼットクリス。私がよくいつも使ってる編成ですね、ボス戦の時に。で、そうですね、ギラハンさんだけ、あんまり紹介してないと思うので、潜在力の方をお伝えしておきたいと思います。ギラハンの潜在力こんな感じですね。うん。まだ鍛える余地ありますね。で、ギルドレードでも使ってるので、もうちょっと育ててもいいかなと思うんですけど、まあエリクサーがないですね。で、マスタリー、あ、新勢力も一応お伝えしておきますね。新勢力は、まあ1段階目もうだいぶ鍛えてこんな感じになってます、今。うん。で、あと使ったマスタリーなんですけど、かなり防御寄りにしました。うん。レベル5、レベル15。
と、あと、レベル70ですね。は防御より。で、あと一番最後も。一番最後も防御力が上がるやつにしました。結構防御寄りにしました。まあ、火力は十分あったんで、というわけで引き続きベリーハードの方進めていきたいと思います。じゃあ最後に、ガチャの方回したいと思います。何ます？装備が、これ10回あんの？これ。マジで？ちょっと待って、1回回してみよう。装備10回って書いてる？これ。回しましょう。さあ、赤く。何もない。何もない。これもうほんとゴミだわ、これ。何もなかったら。スキップ。まだこんな持ってんの？チケット。嘘、マジで？じゃあ天井まで回すか。こっから新しいオロチの装備も出んのかな？黄色。惜しい。昇格なし。ゴミだな、ゴミだらけ。ないわ、チケット。ないない。じゃあペットもなんかあるみたいなんで、ペットを回そうかな。充電が1回か。じゃあ、伝説。カモン！カモン！そろそろ欲しいぞ、もう1回。もう1個。もう1体欲しい。せめて貴重。昇格！ない。スキップ。相変わらずだな。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。